ケミカルライトスティックケミカルライトは、化学発光による、照明器具の総称である。全般を指す通称として、サイリウム、シアリウムと呼ばれるが、これらは、登録商標であり、アメリカでは、米オムニグローコーポレーション、日本では、薬剤、照明具としては、米サイリウムテクノロジーズインコーポレーテッド、釣り具、玩具としては株式会社ルミカが保有している。他、 株式会社ルミカの登録商標であるルミカ、ルミカライトとも呼ばれる。曲げた、ケミカルライトサイリウムは、商品名だが、世界初のケミカルライトであり、ケミカルライト全般をサイリウムと呼ぶことが多く、これらの代名詞となっている。サイリウムは、棒状のものが主流であることから、電気式のライトスティックもサイリウムと呼ぶこともあるが、ペンライトに分類されるものであり、 発光原理は大きく異なる。また、小型海中電灯を用いて、電池式サイリウムを自作するものもいる。語源は、開発者名のサイアナミッドと、ルミネッセンスの合成語。英語での発音は、サイアルームに近いが、日本での商品名及び、登録商標はあくまでサイリウムである。サイリウムと表記されることも多いが、これは、 サイリウムという商標は登録されておらず、他社製品をサイリウムとして売ると商標権侵害になるためで、販売メーカーもあえてサイリウムとして売ることがある。いろいろな種類のケミカルライトシューサ酸ジフェニルと、過酸化水素との混合溶液の化学発酵により、傾向を放つ。溶液 A をガラス製のアンプルに入れ、そのアンプルが溶液 B とともに、 ポリエチレンの筒に入れ密閉されている。スティックを曲げて内部のアンプルを割ることで2液が混合される。発酵のメカニズムについては、周酸ジフェニルを参照。発熱しない化学反応なので、因果性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としない。緑、赤、黄色、白、青、赤外線などのタイプがある。 通常6、8時間、長いもので10時間以上発光する。また、数分間しか発光しない代わりに高い照度と軌道を有するものもあり、このタイプで代表的なものが、ウルトラオレンジと呼ばれるものである。サイリウムでない類似品のライトスティックは100円ショップでも買うことができる。夜間の自動車トラブルや停電などの災害時の位置、居場所表示、夜釣りの浮きなどに利用される。 また、コンサート会場で、幻想的、叙情的などの空間を演出するために用いられることもあるが、主催者の意図により禁止されることがある。映画の場合には、応援上映、サイリウム OK という案内がある場合は、利用可能である。ただし、後部座席からの視覚を妨げないようにする配慮など、大きすぎないように留意したり、なるべく後方に着席するなどの配慮があると良い。 法執行機関の特殊部隊では、制圧済みの部屋を後続部隊に教えるために地面に設置するほか、軍隊では、ナイトビジョンでしか視認できない、赤外線仕様のものが、夜間の敵味方識別に使用されている。ケミカルライトには、加酸化水素が含まれており、また複製生物として、フェノールができる。 そのため、この液体が目に入ったり飲んだりすると一時的に痛みが出ることがある。少量であるため水で洗うなどすれば、大きな健康被害が出ることはないと言われるが、1万日目に入った場合は、眼科医による診断と治療が望まれる。有害なものには違いないので、扱いには注意が必要である。また、本体が破損した場合、 中のガラス製のアンプルの破片で怪我をする恐れがある。ケミカルライトは、蒸気で述べられている通り、アンプルが、ポリエチレンの筒に入れ密閉されているものである。それゆえ強く折ったりした場合には、簡単に、内液がこぼれ出す恐れがある。また、円筒型のものについては、膝などに叩きつけて割る光景も見かけるが、それも液体がこぼれ出す危険がある。さらに本体は細長く、 グリップ性も低いため、簡単に手から抜け落ちてしまう場合もあり、飛んでいった、ケミカルライトが、他人に当たってしまうなどの恐れがあるため、注意が必要である。こうした、危険性から、日本など一部の国では LED を用いた、スティックライトにとって変わられつつあり、コンサートなどで、ケミカルライト持ち込み禁止、使用禁止となり、スティックライトの代替使用を進める場合もあるのが、 現状である。ありがとうございます。